田郎さんは氷室京介とか会ったことあるし、布袋君とかもあります。どんな印象ですか。氷室はね、昔ね、桑田佳祐がね、ある企画を立てててね、テレビでそのいろんなアーティストが一緒になって、なんかウィアザワールドじゃないけどもなんかやらねえかっていう企画を立てたことある、で桑田の招集っていうか声がけで、俺やら氷室やらが集められたことあるの一回、でそこ行って、ちょうど桑田が桑田バンドをやってる頃だよ。あ、なるほど、それでなんかそういう企画があってさ、毎年なんか年末にやりたいんだとか言って、テレビの企画を持ってきて、それでメリークリスマスショー、そうなのかな、俺知らない、詳しいこと知らないけど、でそのあるスタジオにみんな集められて、俺も行って話聞いてたんだけど、俺なんかあんまりやってくれなかったから断ったの。そしたら氷室がそこにいて、あのこの頃ね、ボーイはユイ音楽を、確か合わないですね。合わないね、全然。なんでですか。逆に言えばユイ音楽工房はこれで持ったというあ、そうだったですよね、確かね、そうだそうだ。それでね、氷室が行って、拓郎さんどうするんですかって言うから、いや俺出ないって言ったら、出ないんじゃ考えちゃうなとか言って言ってるのがね、なんか印象のあるな、一回で。ボーイも出なかったのかな、じゃあ。出なかった。ね、僕ら出ました。あ、その出たのか。はい、ユーミンとか。そうかもしれない、チェッカーズとか。それ桑田の企画、桑田の企画、日テレだったら、ね、あ、確かそうだ、そうですよね、それ出なかった。あ、田郎さんにもじゃあそういう話が当然あって、うん、出た出た、やっぱりさすがアルフィー出てるね断ってないね、はい、やっぱりフーは断ったかもしれない、ね、断ったかなでもいい出方でしたよあ、そう天狗だよこれ、天狗だよ。桜井はね、面白かったんですよ、マーチンと鈴木雅之っていうと、2人でルックス似てるじゃないですか、似てるとかサングラスとヒゲ でマーチンがね、向こうのなんだっけ、なんかソウルの歌を歌うんですよ、有名な歌、それで桜井がパッてその同じバッキングというか演奏で、別れてもって出てくるんですよ、ね、そういう出方よくないよ、よくないでもユーミンに受けてます。ユーミンに来てね、笑いの絵なの、笑いでした、笑いに、そう笑いだ、だからザ・フーはって言ってんだろ、フーは笑い取んない、ビート・タンセントとか笑いを取ろうとはしてねえんで、どこにも。誰だろうな、笑い取ってんのドンキー・カルテットだって言ってんじゃん